はいどうも、ビップです。やっていきましょう、ビップです。よろしくお願いします。ビップですがですね、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、栗原選手の動画です。ありがとうございます。いやごめんなさいね、本当はね昨日の今日に出したかった、昨日、おととい動画で撮ってその次の日に出したかったんですけど、ごめんなさい、ちょっとね間に合わなくて、うん、撮影の方ができなかったんですよ、ごめんなさい。ということで早速ちょっとその栗原選手を見ていきましょう。いやこちらですね、はい、もう75度、ちょっと今日昇降チャレンジできないんで能力上げれない、いやー無理やな、無理っすわ。うん。で、栗原選手ね、そのガチャ動画で言うの忘れたんですけど、キャッチャー適正ついてるんで、キャッチャーも一応できるんすよ。で、坂倉選手よりかは刺しそう。多分。いや、どうやろ？どちょうが刺すんかな？で、超広角粘り打ち選球眼ということで、パワーが上がる特能がね、あんまりないんですけども、まあ、高弾道の超広角ということで、しかもこういう方もあるということなんで、結構僕、栗原選手注目してます。はい。結構国民の8割ぐらい注目してるんちゃうかな？ということで、早速栗原選手使っていきましょう。え？女の方？愛さん？愛さんかな？愛ちゃん？え？福原愛ちゃん？ということで、この則本選手、俺が嫌いな則本選手ちゃうかな？うわ、エスコンじゃなかった。おーし、よしよしよし。さあ、広角。広角出て、この特殊ホームね。特殊ホームちゃう。特殊、これ、変からマイナス、あ、マイナス1や。しかも結構ジャラジャラしてる。栗原選手。首元ジャラジャラしてる。めちゃめちゃホームランボールやったのに今最悪。最近ね僕ちょっとねプチ炎上してまして、まあ、プチというか、まあ、さっきツイッター見たらねなんかね、うわ最悪、うわツイッター見たらねなんかすごいなんか文句来てて、なんかこれ前あの松井選手の動画でさ、あのなんか投球感覚の問題言った覚えてる、なんかその1試合目にすごいこうエスコンフィールドやったのに、せっかくのエスコンフィールドやったのに相手がなんかスタンパー でデッドボールめっちゃ当ててきて、でしかも挙句の果てに投球が毎回こう、うわもう最悪集中できてません、でそのなんか投球が毎回そのなデッドボールも当ててくるし、スタンプ連打で投球が毎回こう3秒待って投げてくるみたいな、ギリギリで投げてくるみたいな感じですごいイライラしたと。でもうそれでそのついでにこう毎回こう3秒ぐらい言うたら毎回こう3-2-1-1で投げてくるのはマジでだるいと、うん、イライラしますわっていう発言したんですけど、それに対してこうなんかツイッターでねテロップだけを切り抜いてる、画像だけを切り抜いてる方がいて、こう投球秒数ギリギリで投げるのはだるいわっていう切りこうテロップをね切り抜いてる人がいて、それを見た、ね、やっぱ動画見てない方たちが、おビップ何言ってんねんと、お前みたいなやつがそんなこと言うとあかんやろみたいな、きしょいぞと。でビップ信者は頭がおかしいからなんちゃらかんちゃらとかすごい言われてて悲しかったです、はい。僕は毎回という言い方をしました、毎回やってくんだマジで。そのね間で投球テンポ変えたり長く持ったりするのは分かると、ただ毎回そうやってやられるのはだるい、ほんまに正直毎回僕も嫌です、はい。ただそれは一応ルールの範囲内ではあります、うん、けど個人的な感情は嫌なんです、それだけで。なおさらあの時はこうねすごいこうイライラした試合をされたんで、よし！あ、すいません。ちょっと今一瞬意識なくなってました。すいません。一瞬拍手をする人になってました。ごめんなさい。でまあ、それに関してねこう迷惑かけた方とかがいると思うんで、それに関しては申し訳ない、本当に僕もそういうつもりで言ったわけじゃないんで、まあ、難しいよね、まあ、それも作戦ちゃ作戦やから、イラつかせるね。よし入れ入れ入れ、オーマイガッツ、甘っ甘っ、甘っ今の、もういいねろ、もういいねろ、あじゃあもういいねろと思い出した、あのさ外をさ結構さ名前変える方いるやん、ネタ振り外やけど、あちゃネタ振りちゃう、えなんてっけ、えなんてっけ、ネフタリ外や、ごめんネフタリ外やけど、こうネタ振り外とかで、この前なんかネトフリ外って言ってる方がいて、ネットフリックスの外みたいな、ネトフリ外ドゥドゥーンみたいなさ、ちょっとこれから効果を入れようかなみたいな話をしてましたね昨日、うん、これもう一回回ってくるかな栗原、いやボールはごめん、すいません、あごめんスペチューム構成しちゃった、ごめん。ここ古田選手のとこで坂倉選手代打で出すけど、そのままキャッチャーでつかせる気はないです、甲斐選手が控えてます、はい。本当に代打要員です、坂倉選手は本当にマジの代打要員、新井選手を坂倉選手に変えたね、これ特能出てないですよ、熱気だけよ、マジでえぐい、そりゃスンと言いますわ、うん、そりゃスンとなりますわ。これ回ってくるね、栗原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 に回ってきますね、うん、あの応援歌好きやわ、誰、うわデーか、いやここで体力ない変化量マイナス1のデーマ陣は結構きつい、
よっしゃーよっしゃよっしゃ、あ、見えるな、いけるわ、これホームラン打てるわ。よっしゃよっしゃよっしゃ、もう体力ない、もう体力ない、いける、クリア全然。よしよし、オッケー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 、いいよいいよ。パワー80にはなるんやね、超広角で。うーわ、もう最悪な。こっち使ってみた動画してるんすよ。ねえ、体力ない、変化量マイナス1の藤井耕也。いや、ちょっと使ってみた動画してるんすよ。集中しろ、いける、全然ホームラン打てる。さあ、スリーボールワンストライク、フォアボールだけはやめて。ホームラン打ちそう、大山。え、サナマジドアイスの、え、この前ツイート当たってんけど、え、やっぱマジでやばい、俺有名人当たりすぎ、え、マジでお願いします、サナさん、本当に。うわ、日ハム純正や、しかもサタチョロ対抗まだぬんで、はいはい、サナに余すと、ほら、よし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 、サナもアマストには対応できないみたいやね。あ、そういえばね、僕のね、動画、この前ね、その周東選手の直近の侍ジャパンの周東選手の動画が100万再生いきまして、46本目の100万再生です。はい、すごくないな。しかも直近のね、直近上げた動画の100万再生もね、何個かあって、いや、マジでありがとうございます、本当に、うん、うち6本が200万再生ですよ、やばない、プロスピの動画で。だいたいその200万とか100万再生いってる動画って昔の動画なんですよ、やっぱりね。それはやっぱ過去の動画が再生されるじゃないですか、長い年月で。直近のね、ここ2ヶ月3ヶ月の動画で100万再生はえぐい、マジで。ほんと皆さんのおかげですわ、うん、愛してる。ということで、甘すと甘つ、よしよし、もう一回甘えさせていただきます、あなたの腕の中で、サナさん、よし、取れる取れる、よし、栗原、うわ、しかも矢沢選手や、俺矢沢選手 A ランク集めてるんですよね、二刀流で出そうなんで。どう、あ、まあ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 、けど今の特能も出てなかったしな、うん、さあ先行ですね、よし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 、うわ、超剛速球ってパワー落とされるんやったっけ、これ特殊能力さ、ここタッチしたら特殊能力分かるようにしてほしくない、それはめんどくさいんかな、コナミさん、あ、パワー中断やか74、オッケーオッケー、ちょ、マジでエスコンこんくない、なんか結構コメントでね、自チームファイターズにしたらエスコン来ますよとか、球場設定全部エスコンにしたら来ますよって言うけど、リアタイ関係ないからね、ちなみにリアタイは完全ランダムなはずなんで、ちょ、またフォアボールやめて、マジでストライク勝負して、あー、ナイスボール、えぐい今の、ノープ、大山、えぐー、甲子園の景物大山やん今の、え、今のさあ、風が、風か、風が 5m 吹いてるから押し返してくれたんかな、えぐ、よしよしよし、回ってきた回ってきた、坂倉選手回ってきた、坂倉ちゃん、くれ、うーわ、これきつない、これこういうことあるんか、栗原選手、なるほど、こうなるとちょっと打ちづらいっすよね、パワー71はミート71だと、で高弾道だとね、ホームランは入りにくいと思う、多分。さあ行きましょう、ちょっとね、相手の方に4点取られてこの試合負けそうなんですが、栗原選手は打ちたい、はい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 、きた、なんでな、え、今の打球上がらん、もう一回回ってくるんじゃん、追いついたら、ポカポカ、ということで、ちょっとさっきの方にね、ボコボコ行かれました。はい。強制、久々に強制コールド食らったんで、ちょっと気を取り直して、ズームズームスタジアム、けんちゃん、これ脱三振賞吉野部ちゃん、これそうや、いやマジやばいマジやばい、ちょっと待って、ほんま考えすぎ、俺ちょっと今栗原選手使ってみた、やってません、はい、やってないやってない、そうそう、もう意識すんな、普通の普通のいつもの選手、ちょ、もうボール球はあかん、てか俺いつの間にか右打者克服キャンペーンとかってガチオーダー戻ってるやん、何やそれ、はい、やっぱアーティストなんかな。さあ栗原選手いきましょう、いや超奪三振賞の山本由伸強いわマジで、ちょ集中するね、マジでこれ打つ、 OK、 ちょい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 が出たわ、久々に、ちょい、ちょっとこのままでは終われないですね、さすがに、なんかもう栗原選手フォアボール多すぎてなんか打ててないみたいな感じになってるんで、まあ打ててはないんやけど、いやメルセデスかよマジかよ、え、これペイペイドームやん、ペイペイドームやねんからこれ打たないとダメでしょ、ちょマジ集中する、よし、怪しい怪しい、もうフォアボールで落とすで、もうこれ動画、
危ない。や今のいけたな。ちょっとちょっとちょっとちょい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 出るわこれ。ちょい。さあ栗原選手2打席目、よし行こう。もうちょっとさすがにこれもフォアボールやったらマジでもう解散。集中ストライク打つ。おい怪しいよ、もう怪しいぞ。よーし